またお会いできて嬉しく思います。ヒエン様、それに四つ湯姉さん。出迎えが遅くなってすまない。大使殿も壮健なようで何よりだ。徴用兵たちは飛空艇に？もちろんです。土間側の準備も順調なようですね。今日彼女を連れてきたのもその一環とお見受けしますが。なあ、捕虜交換に先立ち様子を見てもらおうと思ってな。すこぶる健康だが記憶の方は相変わらずよ。そのようですね。が、今日は姉に会わせたい人がいるのです。よつゆ、元気そうじゃないか。安心したよ。まさか、あの者らは。どうしたんです、姉さん。私たち兄弟の大切な両親ですよ。よくよくしつけてもらったこと、忘れてしまったんですか？最後のあがきだったんですが、過去を思い出してはくれなかったみたいですね。そんなに怖い顔をしないでください。いいですよ、そちらの女性はドマ人であると認めましょう。どうか姉のことよろしくお願いしますね。でも姉さん、私は戻ってきてくれると信じていますよ。では捕虜交換は予定通りに。ええ、川向こうの施設がまだ使えるようですから、そこにドマ出身の徴用兵たちを降ろします。捕虜たちもそこに。はい、分かった、送り届けよう。
豪雪、入るぞ。若、ささ、どうぞ中へ。泣き晴らした様子で露が帰ってきましてな、拙者に柿を一つ剥いてくれたのでござるが、その間何一つ話そうとはしませなんだ。今は疲れたので寝ると別室に。一体何があったのでござるか。世継の記憶を蘇らせようと太子殿が策を弄したのだ。連れてきた両親と引き合わせてな。頭を抱えて苦しんでおった。結局それでも過去を思い出しはしなかったようだが。世継って養父母から冷たい仕打ちを受けていたんでしょ。心の傷をえぐるようなことをして、朝日の本書を見たりといったところね。ふう、それで徳臣が言ったでござる。ともあれ、世継をドマの民として扱うことには同意した。あとは予定通りに捕虜を交換し、徴用兵らを取り戻すことができれば一安心よ。ところでその捕虜交換ですが、一つ気になることがあります。先ほどカストルムフルーミニスで朝日と対面した折に怪しげなコンテナを見かけました。ほどなく帝国軍に回収されたようですが。確かにいくつかのコンテナがあったわね。爆弾やら魔導兵器やらが隠してあるとでも言いたいの？うん、わしの命を狙っておるならこれまでいくらでも機会はあったはず。そのような単純な策とも思えんが、警戒はしておこう。失礼いたします。世継が姿を消しました。なんと。申し訳ございません。どこに入るのを確認したので油断しておりました。詫びはいい。牢に入れず座敷を与えたのはわしだ。館の外に出ている可能性もある。手分けをして探すしかあるまい。すまぬが手を借りても。
思い出さねば生きられた。恨まれるだけでも生きられた。でも引き金引いた男に優しくされちゃもう生きてやいられない。誰だ。夜露じゃないか。驚かすんじゃないよ。ここは町人地か。いきなり軍に連行されて土まで生きろと放り出されたんだが、まさかお前に会うとは。まったく、あんたは本当に疫病神だよ。今今知ったらありゃしない。せっかくのお役目を果たせなかったばかりか、あんたがおめおめと生き恥をさらしてくれたおかげで私らは帝都での優雅な暮らしを奪われて、こんな泥だらけの廃墟に連れてこられて、一体どうしろって言うんだい。よさないか。その子はもう何も覚えてはいないのだから。それにこうなった以上、今後の暮らしを考えて行かねば。それにしても器量の良さだけは相変わらずだな。今でも技量に売れば幾ばくかの金にはなるだろう。それを元手に九金にでも渡って商売を始めれば。養い親はこの有様。陳腐な茶番から目覚めてみれば、相も変わらずこの世は地獄か。そうそう、こうだったよね。いいよ、こんな私に世がまだ悪と酒というなら、幕引きまで期待に応えてやろうじゃないか。落ちて落ちて、何もかもが妬ましく身は黒く腐り果てている。はびこる正義はこぞって偽善、悪性だけが私の理屈さ。私をそういうものに貶めて、私がそういう女だと教えてくれたのはトト様とカカ様でしょ。はあ、とことん惨めになり下がって、やっとお鉢が回ってきた。私の家族、私のドマ、私の旧敵。よつ。何を。
お帰りなさい姉さん。戻ってきてくれると信じていましたよ。やっぱりかい。どうせお前さんの差し金だろうとは思っていたよ。血のつながった親を使うなんて相変わらずの下手っぷりだね。育ての親を刺しておいてよく言いますね。でも人差しで引導を渡すなんて非力な姉さんにしては上出来だと思いますよ。ただそれじゃあ倒せるのは哀れな年寄りだけだ。どうです、もっと力が欲しいと思いませんか。死にたくない。どうした、見つかったか。彼らは苗売り家の。記憶を取り戻した四つ湯が両親を殺害、朝日と共に去ったと。自らの親を犠牲にしてまで四つ湯を手にするか。何を企む朝日。何にせよここでわしらが憶測するようなものではないか。一度館に戻ろう。皆を集めて状況を整理しなければな。